関西京都夢物語です。14年間札幌のこの地でお世話になって、今年を一区切りに、したいなと決意してやってきました。また僕たちの夢が思いがここにあるってなった時は、その時は再び訪れますので、その時また応援よろしくお願いしたいなと思います。多くの、本当に多くの人に声援もらいました。今年は1年目の衣装と1年目の曲でお別れにやってきました。これぞ今村組という、今村組喧嘩踊りを目指します。いきます、今村組ラスト。